ね、その床受け身というテクニックで、はい、あのキャラクターが吹っ飛んだ時に一回空中にいてから地面に、はい、あの触る判定になると、まあ、受け身を取れるんですね、はいはい、なので今のはずらYeah. And if you're able to consistently hit your opponent off stage with those lasers, it just not only puts them at a more disadvantage. さあ組み合わせとしては最初に、ご覧いただきましたあと長芋選手対、MOM のホームさんそうですね。なんで。避けてる避けてるお互いなくてきたい怖いですいや